ちょっと待て、タボ。ん？あれ見てみろ。なんだ？勝手に何撮影してんだ？やめなさい。なんだよ。別にいいじゃん。撮影禁止とかどこにも書いてねえし。とにかく見せ。だからなんだよ。理由は？俺らの自由っしょ。あ、おい。倒したろ。お前が今倒したよな。いや、風だって。風で倒れたんだよなあ。うん、風今ビューって吹いたよ。だから撮るなって。最近のガキはやり口が可愛げねえ。同感。観光気分も台無しだ。じゃ、考えてることは一緒か。確かめてみる。いや、また言いがかりっすか。あんたおかしいって、おっさん。お前らな。出ましたね、お前、お前ら。そっちこそ何様なんすか。え、店の前でたむろされちゃ邪魔だって。そう言っただけだろ。他のお客さんに迷惑だから。今のは編集でカット。へえ、そのスマホ新しいやつ。ちょっといい？なんだよ。カメラ綺麗に撮れるんだね。親に買ってもらった？キャット、今あいつ榊を。そんなわけないじゃん。それよりこのスマホちょっと汚れてない？貸してみ。おい、返せよスマホ。スマホね。返して欲しかったらまず倒した看板直そうか。マジの舐めやがって。避けてんじゃねえぞ。よっからで。お前さっきの技は何だよ。こっそり腕磨いてやがってね。合気道か。そんないいもんじゃないよ、ただの我流。けどガキ相手にはちょうどいいだろ。これあいつらの落とし物です。好きに処分しちゃっていいと思いますよ。 ありがとうございました。本当に助かりました。さっきのは星稜って高校の学生たちですよ。一応進学校なんだけど程度が低いっていうか、子供なんです。世の中舐めてますって顔してたな。神室町であんな真似してたらすぐに締められるね。この辺も少し裏に入れば怖いのがいますよ。
ヤクザとかハンピンリューマンってギャングとか、そういう奴らの前ではやんちゃなんかしません。相手を選んで生きがってるわけですか。ええ、自分たちより弱そうな相手にね。じゃあこれで少しは薬になったか。どうでしょう。でも私は嬉しかったですよ。他に誰も助けてくれなかったけど、あなた方は違った。この辺の人じゃないんですか。まあな、こっちでちょいと一仕事する予定だ。横浜99課って探偵事務所、あんた知ってるか。いや、すみません、聞いたことないですね。いいんです。じゃ俺らはそろそろ。そうですか。あ、よかったらこれ受け取ってください。ほんの気持ちです。